ある日のこと、浜辺を歩いていると一匹のカメが子供たちにいじめられているのを見かけました。えい、のろまなカメ、のろまなカメ、悔しかったらやり返してみろ。えい、なんとか言ってみろよ。助けて。ほらお前たちやめなさい。なんだよ、誰だよお前。私の名前は浦島太郎。カメさんがかわいそうだろ、やめてあげなさい。遊んでやってるんだろ。えい、今から俺たちがたっぷり遊んでやるからな。遊んでるんかい。浦島さん、僕ね、僕あのこの人たちに何だよ、いじめられてるんです。なんで僕のことをこんなにいじめるんですか。ちょっと なんか僕悪いことしましたか。ちょっとないですよね。そうだ、うまっ。こうなったのしました。やめてください。僕たち大丈夫か。子供たち大丈夫か。通常やめずに。浦島さん、助けてくれてありがとうございます。いや、何にもしてませんよ。私何にもしてません。あなた全部自分でやってた。あれ、なんかおかげで助かりました。いや、すごい、なんかうまいですよ。逆水泳とか、ロープに振る感じの。ありがとうございます。うまいっすね。このお礼に、はい、竜宮城へお連れします。いいです、いいです。何にもしてないから。いや意味わかんない。何もしてないやつ。遠慮しないで。連れてっても意味わかんない。遠慮しないでください。いや、あの背中に乗ってください。僕の背中に。いや、遠慮っていうか、行きましょう。もう今すぐ行きましょう。竜宮城に行った方がいいかな。はい、お連れしますんで。よいしょ。じゃあ参りますね。はい、これでいいですか。このまま行くんですか。これこのまま行くんだ。息止めて。はい、はい、息止めてください。息を止めてください。すごいですね。こうして亀は浦島太郎を背中に乗せて海の中へと潜っていきました。そして立派な竜宮城へと到着したのです。そこでは乙姫様が出迎えてくれて、亀を助けてくれたお礼にと美しいダンス、そして豪華な料理をご馳走してくれました。素晴らしい踊りですね。ご飯も美味しいし、お酒も美味しいし、最高ですよ。浦島さん、喜んでもらえて嬉しいです。どうぞどうぞ。あら、すみません、すみません。ありがとうございます。あらたた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 。浦島さんってお酒お強いんですね。いや、そう、自分そんな、全然そんなことないですけど、すいません、すごい粒子いる。いや、すいません、すいません、ちょっと待って。あー、やばい。いやー、でも乙姫さん、ありがとうございます。いえ、亀を助けていただいたお礼です。あー、いえ、全然私何にもしてない。いや、そんな、本当に本当にありがとうございます。めちゃくちゃ酔っ払ってんな、こいつ。最高。めちゃくちゃ浦島最高。めちゃくちゃ呼びすぎる。トゥル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 。怖い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 。爪が怖い。怖い怖い怖い。
じゃん。亀がバズっちゃってる竜宮城だったんですよ。怖いってやばこいつ。楽しいか楽しくないかで言うと楽しい。最高竜宮城最高。ここはまるで天国のよう。そしてあと1日、あと1日と竜宮城で過ごすうちに、あっという間に何ヶ月も月日が経ってしまいました。本当にありがとうございました。そろそろ帰ろうと思います。なんでそんなこと言うんですか。もっと一緒にいましょうよ。そうですよ、もう少しここにいてください。あ、いやいや、さすがにみんな心配してると思いますし、これ以上迷惑かけられないんでね、もう帰ります。そうですか、はい、わかりました。それではお土産に玉手箱を差し上げましょう。でか、すごい。お宮まであるんですか、竜宮城。はい、戻ってからも楽しみがあるという。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。一つだけお願いがあります、はい、この玉手箱は絶対に開けないでください。絶対に、はい、絶対に開けないでください。絶対に、絶対に開けちゃダメなんですか。はい、いや、ならいらないですよ。いらないとかダメです。いらないとかダメですなんですか。いや、絶対に開けちゃダメだ、いらないです。なんで持って帰んなきゃいけないんですか。玉手箱は持ち帰るのが基本なんで。基本なんでって何ですか。決まってんですか。はい、じゃあもう今開けます。もう今開けろってください。今開けいい、何ですか。あ、あ、浦島さん、結婚して。